ファーサイドに来た、回帰か、まだある、最後は関川か、先制ゴール、鹿島アントラーズ。やはりこの淀工では強さを見せるのか。このヘディングシュート飛び込みでしたけども、まあ、海木選手が先手ディフレクションありましたけどね、はい、よく最後までねボールを追ってましたよね。そうですね、詰